オスマン2世、オスマン2世は、オスマン帝国の第16代皇帝。父は、アフメト1世、母はマフフィルズ。村と4世、イブラヒムの二位。現地の愛称で呼ばれている。1604年、オスマン2世は、アフメト1世とその夫人のマフフィルズ・ハトゥンとの間に、生まれた。オスマンは、生後11ヶ月の時からアフメト1世の宮廷で、過ごし、 母のマフフィルズはオスマンに様々な教育を施した。そのためオスマンは父と同じく死をこのミアラビア語、ペルシア語、ギリシア語、ラテン語、イタリア語などが話せるようになった。外国の大使によるとオスマン王子は帝国で最も文化的な人物であったという。1617年に父のアフメト一世が崩御した時には即位できずに おじのムスタファ一世が即位した。即位できなかった理由としては、母のマフフィルズが、オスマンの若い頃に亡くなったか、すでに宮廷から追い出されていたためだと考えられる。1618年、おじのムスタファ一世が、クーデターにより退位したことを受け、14歳で皇帝の座に就いた。オスマン二世はまず、おじムスタファ一世を即位させた、大最小代理を罷免し、さらに、 イスラム長老エサトの影響力をそぎ、こういうウラマーたちの力を抑えようとした。そして、自らのシェフや白人観願長を徴用することで、オスマン二世自身を中心とした、東派形成を試みたのである。また、長年1616 16年以来続けていた、サファビー長との戦争は、セラブ条約を締結し、終止符を打った。内容は1612年のナスフーパシャ条約の、 時よりもサファビー側に領土を少し譲る形になった。この和平は1623年にアッパース一世率いるサファビー側が破るまで継続した。オスマン二世が次に帰としたのはポーランド遠征であった。国会北岸にはコサックと呼ばれる自由民が居住しており、時より国会を船で南下しアナトリア北岸を略奪していた。さらには ボスポラス海峡に侵入してイスタンブール郊外を襲撃することもあった。この忌まわしいコサックを背後からポーランドが支援しているとして1621年オスマン2世はポーランドへの申請を宣言したのである。申請の勝利によって自らの権威を高めるのも彼の計画のうちであっただろう。ヨーロッパ側の資料ではバルト海進出を狙ってたとするものもある。オスマン二世は 出陣に先立ち、反乱者に担がれる恐れのある弟、メフメトを処刑している。この処刑に、イスラム長老エサトとは、反対したが、オスマン2世は、イスラム長老に次ぐ、帝国、第2位のウラマーであるバルカンの軍法官より処刑を、是とする、法位検証を得て、後の混乱が起こらないように気をつけた。申請によって、オスマン二世の権威を確立させるはずだった、ポーランド遠征は、 成果なくして終わった。特にホティンの戦いで、ポーランドリとアニアに敗れた後は首都において外戦を装ったがその効果は十分ではなかった。遠征より帰還後、生まれたばかりの息子のオメルを事故死で失った。ベネツィアの記録によると、オメルが誕生したいわいに、オスマン2世は他の巫女たちと共に宮殿でポーランド遠征のショーを開いたという。しかしショーの最中に、 ポーランド兵を演じている役者が誤って銃を乱射してしまいオメルに被難したという。息子を失ってからオスマンは3日間沈黙したという。その後、有力政治家、ペルデブ・パシャの娘、そしてイスラム長老エサトの娘との正式な婚姻を結ぶことによる影響力拡大を図った。君主と自由身分のムスリム女性との正式な婚姻は、久しく行われておらず、 まして進化の娘への求婚は、前代未聞であったため、餌とは、反対した。1622年、オスマン二世は、メッカ巡礼を宣言した。この宣言の意図は、オスマン支配に抵抗を繰り返しす、豪族マーンオールファフレッティン討伐のためだったという。しかし、オスマン二世がシリアに赴いて、統治で、イエニチェリ軍団に代わる、新たな軍団を創設、編成しようとしている。 という噂が流れた。シリアは非正規兵、セクバンが初めて使われた地でもあるから噂の信憑性は十分だった。さらには、カイロに戦都しようとしているという噂も流れたため、こういうラマーのみならず、大宰相や黒人観覧庁も巡礼を取りやめるよう、スルタンを説得したが、オスマン2世の意思は固かった。事態は緊迫のドーマし、ついにイエニチェリ軍団は、 ダブトッパシ社を大祭祥に担ぎ上げ、彼らと共に放棄し、オスマン二世を殺害した。具体的な殺害方法については、諸説あるが、イエデリクレの牢内で考察されたと思われる。殺害後、遺体から切断された右耳が、母体号の元へ送られた。放御後、ムスタファ一世が福井したが、オスマン二世の殺害に不満を持った、エルズルム州総督のアバザ。 メフメトパシャは新政府に反発してアナトリアで反乱を起こしイスタンブールは混乱に陥った。結局家にチェギたちはこの混乱を収めるため自分たちの擁立した大宰相からダブトパシャを処刑し、さらにはムスタファ一世も廃位されたためイボテイの村とが後を継いだ。アバザ、メフメトパシャの反乱は一時はアンカラや ブルサまで拡大し1628年まで続くこととなった。ありがとうございます。